山の辺の道を歩きまして、昨日はですね、磯の神、神宮ですかね、天神市にあります磯の神神宮から、まあ、ずっと歩きまして、慶光天皇のですね、前方後円墳陵まで歩いたんですけれども、今日はですね、牧向駅に、天神駅から乗りまして牧向駅に降りまして、そこから慶光天皇の、昨日歩いた慶光天皇のとこから、ずっと歩き出しましてですね、相撲神社などを見まして、山の辺の道を、まあ、ずっと桜井市の三輪山をですね、左手に、まあ、見ながら歩いてきまして、今大宮、あれは大神神社とは言わないで大宮神社というんですね、大神というふうに書いてありますけれども、これはまあ大宮と読むそうです。大宮神社のですね、まあ拙者、いわゆる子供のですね、古文閣のお寺ですね、拙者の桧原神社というところに今来てます。これ独特のですね、なんかしめ縄がですね、鳥居になって面白いんですよね。そういう形のまあところなんですけれども、ここにですね、祀られてるのが、天照大神だそうで、崇神天皇の代、第10代崇神天皇の代にですね、まあ天照大神をどこに祀るかということで、とりあえずここに、崇神天皇の代に置いたということですね。でまあこの桧原神社の方はですね、本殿、まあ、がないわけで、御神体というのが、まあ三輪山を御神体としてますので、三輪山はまあ神の山ですので、御神体としてますので、まあ、こんな形でですね、本殿も拝殿もないというところで、まあ、しめ縄を張った鳥居があるだけということですね。こんなとこです。はい。まあ本当にまあ綺麗なとこですね。慶光天皇のところからちょっと歩きましてですね、慶光天皇が宮殿としていた、ところがまあちょっと高台にあるんですけれども、そこからですね、慶光天皇の前方後円墳陵を眺めてまあいたんですけれども。非常にまあいいとこでしたね。あそこにまあ村のご老人が2人ぐらいいましてですね、なんかおめさんもちょっと休んできませんなんて言われたんだけれども、私もちょっと先急ぎますのでなんて言いまして、まあ、相撲神社を見ながら、そのお年寄りの方たちと別れたんですけれども、そのお年寄りの方たちがいる場所がですね、非常にまあ絶景、桜井市だったか、奈良市だったか、桜井市でしたかね、桜井市の中の、風景の百選に選ばれてなんて書いてありましたね。まあ、非常に景色のいいところでした、はい、じゃあひとまずこんなところでここ終わりますね。